った馬を飼ってくれるなら屋根が外人だろうが宇宙人だろうがどうでもいいわけだが。馬券買ってなくてもデムーロやルメールならしょうがないって素直な気持ちになれるんだが。勝てる外人ならいいけどスアーブ来たばっかの勝てない外人のセルジャンコレと福永のセルのだけはマジ勘弁。有力馬に福永さえ乗せなきゃいいよ。いろいろ言われてるけど、この人たち実はワールドクラスの実力の持ち主だからネブよりも上。まあ実際日本の誰よりも上手いから仕方ない。よくわからんがそういうファンのため、ショーとかロマン、ショーとか捨てたからこの国の競馬は怖くなったんじゃないの。むしろ勝って当たり前のレースで取りこぼされることほどショックなものはない馬主や出資者ならなおさらその気持ちは強いだろう外人を乗せるなと騒いで。外人でも宇宙人でもいいしかし福永とかペドロサに乗せるのは意味不明。ナナコちゃんが乗ったら客が増える右売り上げ上がるギャンブル要素なんて少ないということが近日わかった。デムーロやルメール、スミオンを乗せるな。右差別主義者シネシタルケやペドロサ、マクボーノを乗せるな右確かにその通りだ。七ヘボ外人が来るようになって売り上げは減ったよ。宇宙人はちょっと中黒。騎手の上手さでの伸びしろより大きいお手馬に対する経験での伸びしろ、の時なら納得してる下手な騎手への乗り換わりほど理不尽を感じる時はないが、それ。10本とそれブチコに彼女が乗ってたら、さらに売り上げ上がっただろうね。ナナコちゃんと握手できる聞いたから。ミルコやルメールだと安心して購入額を増やせる。日本のヘボ機種なら100円しかかけられない。JRA も売り上げ増ならバンバン年だろ。フランス所属機種右外れが少ないカラマー乗せてもいい香港所属機種右上に同じイギリス、アイルランド所属機種右たまに強烈な地雷もあるから。外人が乗っても売り上げは変わらないでも藤田ちゃんが乗ったら売り上げ爆上げされるこれが証明されてしまったからだ。15自分の馬だったとしたら7個乗せて馬券の売り上げに貢献するよりルメール乗せて勝ちに行くけどな。まあ実際、外人が後皮めいてるのって竹の武者くらいだしな騒がせときゃいいわ。20それが普通だろうね馬主なら俺だったら話題性集めるだけ集めてスターホースにするねハルウララみたいに。そりゃさ藤田さえ七氏もダバしか乗せてもらっていない状態だから周りの声も優しいものだが仮に重賞級の馬に乗ってことごとく取りこぼす奮起場を続けると15日本競馬は馬券売り上げで支えられてるんだからな客が買わなきゃ売り上げは増えない。部が一人で有力馬独占してる時より売り上げだいぶ上がってきた。